決定！あ、忘れてました。フリーパフォーマーの梅谷でございます。よろしくお願いします。いやー、挑戦って大事やなーって、この頃ずっと思ってますよ。俺の挑戦は、俺の虫取ってんな。挑戦。これは人生もっぱらずっとそう。前回ね、ちょっとミスってしまったんでね。そろそろもう挑戦もさ、成功みたいな僕見たいっすよ。なるほどね、そう来たか。そう来てる人も多分おるか。あー、なるほどね。じゃあ成功するやつをやりましょうか。題しまして、ネット早着替え。どういうことですか？ネット早着替えですよ。説明しましょう。はい、まず家に入ってきます、人が。はい。で、服を脱ぎます。はい。で、服脱いだやつを、出来たてのティファールでグワーって、もうネットまみれします。はい。で、それを時間内にして、何秒耐えれるか。10秒耐えれたらネット早着替え成功。これがネット早着替えのルールです。なんで知らないんですか？だからまず家に入ってくることが大事。それは多分あの全国民がクリアしてる。そうなんですよ。だからそこまではまず全然いけてるんですよ、みんな。ああ、なるほど。そっからですね、服を脱いでディファルテかける。ここが難しいことです。ここが難しい。着替えて10秒耐えるのは簡単。これは簡単。難しいとかじゃない。早速ティファールにチャカファイアバーニンしていきたいと思いますんで、カムワンカムワン、ディファールをドーンドーン。スイッチオン。時は来た。ではネット早着替えチャレンジスタート。水とか使うのはなしですよね？もちろんですよ。乾かすのは人的な、人的な乾かしはあり。それは振り回したりとか、うん、それはありってことです。わかりました。じゃあ2分いきます。よーいスタート。スタートっていう声をもらいました。残り1分です。残り1分来て10秒ですよ。いけるの。クリアなるか。おお、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、クリアちょっといいですか？はい。
ょっといいですか。ちょっと、はい、フック触ってもらえません。もう、冷たいね。